はいどうもシャーロックです。本日はこれわかるかな、うっすら見えるんだけど、指に刺さったトゲを抜いてみようと思います。それでは行ってみましょう。はい、こんで見えるかな、これがトゲです。これがね、現状11日前に刺さって、ずっとそのままだったんだけど、どうかな、本当はね2日くらい前まではつまめない程度に頭が出ててね、抜けはしないもののちょっと引っかかる感じはあったんだけど、どうもねこれ金属なんだけど錆びてね、頭だけ取れちゃったねというわけでもう引っかかりもしない、完全にめり込んだ状態、めり込んだ部分だけが残った状態だもんでね、つまむことはできないね。押さえつけても限界があるんだけど、ちょっと無理だね。というわけでネットで調べてみたんだけど、ハチミツをつけるとハチミツが何やったっけ、ハチミツに皮膚の再生能力があるのかならしくって、数分幅広いんだけど数分から数時間つけておくとなんかトゲが浮いてくるらしいの。ちょっとね今回それをやってみようと思います。それじゃあね、見えるハチミツつけていくからね。ハチミツつけてば、そうハチミツをつけっぱなしにするとベトベトするからね、バンドエイドで止めます。じゃあまずつけていきましょう。ここで映る、こうかな、あんまりどうなんだろうね。出てこい、おっと出てきた、よし、はい、蜂蜜つけました。それじゃあね、バンドエイドで止めて数分から数時間、とりあえず途中途中で様子を見る感じにして何回かに分けてやってみようかな、レポートしてみようかな。というわけでこんで映るかな。まずは貼り付けて様子を見てみましょう。もうちょっとつけておこうか、バンドエイドに持ってかれちゃってるかなこれ。あ、そうか、バンドエイドにつけようか。よし、ちょっとバンドエイドの方を伸ばしてね。それじゃあ貼り付けて、これでね、じゃあまず1時間ほっといてみようか。それじゃあ1時間後までスキップします。レッツゴー。はい、1時間経過しました。それじゃあ様子を見てみましょう。さあどうなってるかな、ネバネバパッと見た感じは特に変、どうだろうね、1時間じゃ変化ないかな、特に引っかかる感じもないし、もちろんだもんで、つまめもしないね。ちょっとモニター見ながらだと取りにくいんだけど、とりあえずつまめもしないね。じゃあ、もう1時間、ちょっと同じようにやって、様子を見てみることにしましょう。見える？この辺かな？つけて、よし、それじゃあ蜂蜜をつけます。さっきと同じようにつけるからね。足りないのかな、十分だと思うけどな。よっしゃ、であとバンドエイドの方に、これはつけすぎだろって
見えるかな、ちょっとてんこ盛りすぎ。これはさすがにつけすぎだろう。まあとりあえず伸ばして、じゃあ貼り付けてね。あーあー漏れてくる。あーちょっと漏れちゃった。まあこれは拭き取ればいいんだけど、ちょっと漏れちゃったね。よし、それじゃあさらにこっから、1時間かな、様子を見てみることにします。それでは1時間後までスキー。さて、あれから1時間、合計2時間が経過しました。それでは撮ってみましょう。正直変わってない。数時間、十数分ってのが分かんないけどね。とりあえず2時間経過して変わってないような気もするけどね。よっ、これで見える？はい、どうだろう。ちょっと触ってみます。変わってないね。引っかかりがないね。まあ11日経過してるってのもあるかもしれないけど、どうもこれは抜けそうにない、つまめそうにない感じかな。わかんない。それじゃあね、4時間、あと2時間同じことやって待ってみようと思います。それでダメなら、まあちょっと今回ハチミツでの抜き取りは諦めよっか。じゃあ、同じようにやってさらに2時間待ってみます。それでは2時間後までスキップします。はい、あれから2時間が経過しました。合計4時間だね。さーてどうなってるでしょうか。知れた結果かもしれないけど、とりあえず見てみましょう。それでは行ってみます。はい、それじゃあ外してみます。さあ合計4時間、どんな感じ。よっと、さて特に変わった様子はまあないんだけど、どう？浮き出てくるらしいんだけどね。ダメだね、引っかからないね。つまめる気配もないね。この辺で見える真ん中？どうもね、今回のおっちゃんの事例では取れないみたいね。取れる事情、まあ初めてやったからね、取れる事例があるかはちょっと知らないんだけど、まあちょっとネットで調べた感じやってみて、おっちゃんの場合はどうも無理だと。この事例ではまあ無理みたいね。残念。はい、4時間経過して特に何も変わりません。お茶の事例ではとりあえず変わりませんでした。じゃああとどうするかっていうと、いつもだったらお茶を取れるまでほっとくんだけど、まずそれが一つね。あとはね、なんか病院で取ってもらえるらしいから、ちょっとそれを試してみようと思います。そこまでスキップします。レッツゴー。はい、いわゆる一つの次の日ってやつです。今からトゲの治療に行ってきます。それでは。はい、この絵がいるかどうかは分かりませんけれど、はい、こちらちょっと暗いからね、また後日明るいところで見せるけど、見事撮ることができました。さすが病院です。じゃあ一旦ここで、まあ暗いからね、これで終わります。はい、それではですね、月曜日に治療が終わって、火、水、木、金、土、まあ今日土曜日なんだけど、合計5日間だね、過ぎたあたりの様子を今からお見せしましょう。ピーンと合ってるかな？合ってるよね。ここがね、もともと刺さってた部分見えるかな？ちょっとか、周りの皮膚をね、一緒に掴んで、めり込んでたトゲをグッと抜いたもんで、ちょっとこういう風に跡ついちゃってるけど、これが抜いた跡、見事に抜け落ちました。こんな、まあ抜くと、病院で抜くとこんな感じになるのかな。以上でいいかな。はい、実際にトゲを抜いた跡まで映る？
までご覧いただきましたけど、いかがでしたでしょうか。もう最後にもうちょっと詳しく話しておくと、あれ多分ダニオのピンセットかな、先端がカップになったちょっと特殊なピンセットがあって、それでちょっと周りの皮膚も余分に掴み込んでトゲを挟んでグッと引っ張って抜いてもらいました。まあそんなところかな。1回目のチャレンジは失敗したんだけど、2回目のチャレンジでね、見事抜いてもらうことができました。あとはね、ちょっと料金的なことを話しておくと、まずこの医療行為、抜くっていう行為と、あとはねこれ 10mg の消毒液だねがついて、お値段がはいこちら1210円かかりました。そう話すのはそのぐらいでいいかな。それではこの動画はこれで終わろっか。それではまた、別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。